します。ではまずジャニスの場所を教えてください。はい、ジャニスは大阪の東心斎橋というところにあります。ではジャニスの特徴を教えてください。はい、ジャニスはそうですね、スタンディングと、シッティングで、まあちょっとなんて言うんでしょうね、まあ、オールナイトとかもやってますし、まあ、いろんな顔を持つライブハウスというのが特徴ですね。グリーンズとの思い出や印象に残っていることはありますか？ちょっとここでは言えないこともいっぱいあるんですけど、まあ、本当に何て言うんでしょう、グリーンスパークとかもやっていただきましたし、まあ、野外のね、あのグリーンさんがやってるイベントとかでもなんかドリンクで行かせていただいたりとか、もうね、数々の思い出があるんですけど、ここでは言えないことも結構ありますね。気になりますね。はい、では、コロナウイルスへの影響や対策を教えてください。はい、そうですね、いろいろやってまして、これもそうですけど、大阪コロナ追跡システムだとか、空気清浄機を入れてたりだとか、もちろん消毒もやってますし、もうできる限りのことはもう全てやってるのではないかというぐらいちゃんとやってます。はい、ライブハウス安全です。では店長さん的おすすめの美味しいご飯屋さんを、はい、そうですね、この辺で言うとやっぱ東心斎橋のね、月9という、最高の、創作料理居酒屋っていうのがあるんですけど、グリーンズの方々と もうたくさん行ってますし、もともとはグリーンズのね、あの大野さんに教えていただいたお店ではありますけども、非常によく行っております。超おすすめでございます。最近行ってる活動であるとか、はい、今これをしたいみたいなのってあったりしますか？我々そのアームエンタープライズ株式会社っていう運営会社がありまして、そこでちょっと新人発掘みたいなことをやってまして、そのネオスタンダーズっていうイベントを6月19日と20日にビッグキャットで無観客配信でやらせてもらったんですけど、まあ、そこからいろいろちょっと関西から元気な若手を育てていって、まあ、CD も出してますし、ネオスタンダーズっていうオムニバスも最近出しましたし、まあ、そこからちょっと関西から元気なアーティストを発掘そして発信していこうという流れが今うちの会社ではあります。それがおすすめのバンドいっぱいいるんで、ぜひ一回ハッシュタグネオスタで調べてもらったら出てくるんで、よろしくお願いします。はい、最後にこの動画をご覧いただいている方に一言お願いします。皆さん本当にあのライブハウスはなんかね、今もう危険な場所みたいなイメージもあるかと思いますけども、もうできる限りのことはやっていますし、皆さんに安全にまた来ていただけるように対策バッチリ整えてますんで、ちょっともうここまでかっていうぐらいやってると思うんで、安心してライブまた見に来てもらえたらなと思います。そしたらアーティストも元気になりますし、僕らも元気になるんで、そしてイベンターさんも元気になると思いますんで、またライブハウスに遊びに来てください。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。